皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日はですね、ロフトで買える韓国コスメ紹介ということでやっていきたいと思います。というのもですね、ロフトさんはコスフェス定期的にやってるんですが、今回なんと初の韓国コスメだけを集めたロフト系コスメフェスティバル2024スプリングサマーというのをやるみたいなんですね。なのでそのアイテムの中から気になったものを紹介していくので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。はい、それではまず一つ目、こちらトリデンのダイブインウォータリーモイスチャーサンクリーム。こちら白い方がダイブインマイルドサンクリーム。トリデンといえば美容液と、私シートマスクも本当大好きなんですけど、ダイブインシリーズっていうスキンケアの有名なアイテムがあるんですが、そこから日焼け止め出てました。でしかも2種類、どちらもですね SPF50+ で PA4+ っていうところは一緒です。簡単にね違いを言うと、まずマイルドサンクリームの方はちょっとこの白っぽく見えている方なんですけど、紫外線吸収剤が不使用になっていて、吸収剤入りが使えないよっていう方やお肌が敏感な方におすすめなタイプです。ただですね、使用感としてはきしみを感じるとか、すごい重たいとか、そういう感じではないです。ただトーンアップはするかなと思います。ちょっと後で顔に塗っていきますね。でウォータリーモイスチャーの方はよりこの使用感の良さを追求していて、こちらには吸収剤は入っているんですけど、その分ねよりも使い心地抜群といった感じのアイテムです。量が多いのであれですけど、伸ばしきってなくてもかなりこう透明なのがわかると思います。香りはなんかいわゆる化粧品っぽい感じはなくって、ちょっと素材の香りみたいなのはするんですけど、日焼け止めの香りではないし、ほとんど気にならないかなと思います。箱の裏の成分表を見てみるとですね、どちらにもエタノールは入ってないみたいです。マイルドサンクリームの方はトコフェロールやセラミドパンテノールが入っていたり、あとダイブインシリーズ自体が分子のサイズが違うヒアルロン酸が入ってるっていうシリーズになってるので、ヒアルロン酸もいろいろ入ってるみたいでした。ウォータリーモイスチャーサンクリームの方は最近ねよく聞くと思うんですけど、酸化亜鉛入っていないのと、アラントインやグリチルリチン酸ジカリウムだったり、同様にヒアルロン酸も配合されてるのかなと思います。それではまずウォータリーモイスチャーの方から使っていきますね。こっちはやっぱ伸ばし心地がめちゃくちゃいいですね。水のようっていう感じではないんですけど、スキンケアクリームのようなテクスチャをしています。はい、こっちだけ塗ってあります。トーンアップとかはしないので、白浮きは気にせず使えると思います。結構ね、私日焼け止めのレビューの時に塗ってる量が少ないから、もうちょっとしっかり塗ってほしいっていう意見をいただくことが多いんですけど、カットしてるだけで結構塗ってるので、それでもこれは白浮きは全然ないかなと思います。首がもともと暗いのはちょっとあれですけど、顔で見ても明るくはなってないですよね。お肌にやっぱクリームで潤いが与えられるので、ちょっとプルッとするんですけど、ベタベタではないですね。程よいしっとり感という感じです。カバー力はないので、肌は塗っても塗らなくても見た目はあんまり変わんないです。ではマイルドの方も使っていきます。下地効果はあるのかちょっと聞いてみたんですけど、一応製品として下地効果を謳っているわけではないけど、まあお好みで上から重ねてもいいし、大丈夫だったらそのままファンデでもいいですよみたいな感じのね回答をいただいたので、工夫してみてください。落とす時はクレンジングが推奨されています。はい、こちらにマイルドの方塗りました。こっちと比べるとやっぱちょっと明るいの分かりますかね。こちらとこうなります。吸収剤使っていない分少しこの明るくはなるけど、すっごい明るいみたいな感じではないので、白浮きにはならず程よいトーンアップくらいかなと思いました。あと使用感としても、確かにこっちのモイスチャーの方が私はよりいいなとは思うんですけど、すごいきしむとか伸ばしにくいってことは全然なく、それこそメイクアップ下地くらいの使用感で使えるので、個人的にはマイナスには感じなかったです。トーンアップするのでやっぱこっちの方が肌は綺麗に見えますね。はい、それでは次がこちらです。ネイミングのレイヤードフィットクッションです。皆さんネイミングっていう韓国コスメブランドご存知ですか？私よくチーク使ってるんですけど、めっちゃ可愛いんですね。ただあんまり本当日本では売ってるところ見かけなくて、それがなんとロフトでも展開ということでめちゃくちゃ嬉しかったです。で今回紹介するこのクッション以外にもチークとかコンシーラーとかリップ、マスカラ、このあたりも展開するみたいなので、これはねぜひチェックしてほしいです。 SPF50+ で PA が 3+ あります。ですごいナチュラルなツヤが出るタイプのクッションなんですけど、21でもこれぐらい結構明るめですね。ツヤがやっぱりあります。馴染ませていってもやっぱツヤ出ますね。香りはほとんどないですね。
では塗っていきます。ちょうどなんか赤いとこあるからカバー力分かりやすいかも。本当にお肌がずっと不調なんですよ。カバー力は低いってことはないんですけど、ハイカバーすぎずにめちゃくちゃ程よい感じです。デイリーでも使いやすいようなちょうどいいカバー力ですね。重ね塗りしていけばその部分はカバー力が出てくるから調整もできます。はい、こちら顔だけ塗ってあります。こっちはさっきの日焼け止めにちょっとだけ別の透明な下地を重ねた状態です。だからそれと比べても明るくもなってるし、ちょっとこうどんよりしたところは綺麗になってるのが伝わりますよね。ビフォーアフで見るとこんな感じです。ツヤはねやっぱ綺麗に出るなっていうのと、目の下の赤いところみたいなすごい頑固なのはちょっと隠れにくいけれども、全体的にすごく綺麗になってる感じは伝わると思います。赤みとかこういう色ムラってよりは毛穴すごい綺麗になってて、ちょっと近くで見ると分かりますかね、この辺とか結構隠れてますよね。こっちがまだこんな感じなので、下地とかだけだと滑らかにつるんとツヤも相まってかなんか素肌っぽくカバーされてると思います。癖なく使いやすいっていう感じでムラにもならないんですよ。でツヤは出るんだけど重たい感じじゃなくて、結構つけ心地が軽やかだから嫌いな人があんまりいないんじゃないかなって思うような使用感です。万人受けだと思います。これかなり私もねすごい好きです。はい、全体的に塗れるとこんな感じでめっちゃ綺麗になりましたね。あえて言うとしたら脂性肌よりは乾燥肌の方の方が多分向いてます。万人受けとは言いつつ結構しっとりはしてるので、重たくないさっぱりしてるけどちゃんとしっとりもしてるっていう感じのクッションでした。はい、では次、これめちゃいいなと思ったやつ、 T-FIT のカバーアッププロコンシーラーというコンシーラーがあるんですけれども、見たことある方も多いんじゃないかな。このコンシーラー本体の価格そのままでブラシがついてくるこういうキットが発売されています。そのブラシがめちゃくちゃ使いやすいんですよ。こういうですね結構しっかりしたブラシ、短めではあるんですけど、でもなんか明らかにおまけですみたいなものじゃなくって、しかもこの先の部分、ここがまためちゃくちゃ使いやすくて、結構このクマとかにもフィットするちょっと小さめサイズでめっちゃ便利です。これ本体はこんな風になっているんですけど、2色あって、こちら側がクールで、こちらがニュートラルです。クールの方がちょっとね明るめに見えるかなと思います。まずクールの方からいきます。使用感的にもねしっとりしてて、ちゃんとパサッとかしないんですよね。厚みも出ないので使いやすいです。すごくクールの色味はこんな感じ、結構明るいですね。もう反対にニュートラルを塗りました。割と色は全然こう違う見え方をしてくるので、片側ずつでまた塗っていきましょうか。ちょうどいいとこにいますので、この赤が今クールの色を使ってますが隠していきます。ブラシの使いやすさなんとなくわかります。ちょうどいいサイズ感なんですよ。どうでしょうか、結構カバーされたんじゃないでしょうか。こういうピンポイントもいけるし、あとは結構テクスチャー的にはしっとりしているので、こういう目の下とかも向いてますね。ちょっとオレンジで、そう目の下がめっちゃこのブラシやりやすいんですよ。ここら辺ね私影あるけど、そういうのも隠れます。赤みとかだったら、まあ、そのままこれもブラシでいきつつ、グリーンとかは入ってないけどベージュが入ってるので、結局大体のものはカバーできちゃいますね。はい、今なんとなくですね、こっちまだ何もしてなくて、こっちクールタイプでカバーした方なんですけど、結構いい感じ、使いやすい。これしっとりしてて、ニュートラルも使っていきますね。ニュートラルの方が色はちょっと濃いめなので、まあ、ほんとその肌に合うかどうかではあるんですけど、薄いものよりは濃い色の方がいろんなものを隠しやすいから、ニキビ跡隠したいとかだったらこっちのニュートラルの方がいいのかなとかちょっと思いました。私は使いやすいけど、でも逆にブルベさんとかだと若干黄み強く感じるかもしれません。肌にそれぞれですね。でも逆に赤みとかもすごい隠れると思う。ちょっと黄色いから、あ、ほらすごい。
はい、できました。改めて使ってみた感じ、クマとかはちょっとこっちのクールの方がオレンジがあって隠しやすいなと思いました。ただ逆にニキビ跡とかこういう小鼻の赤みはこっちのニュートラルの方が私は使いやすかったです。でもどちらにしてもこのベージュっぽいカラーで3色が構成されてるので使い方にも迷わないし、どこにどれを塗っても結構いい感じに隠れるから、そういう点では結構初心者の方にも向いてるコンシーラーだなと思います。はい、お次がこちらです。シンプレインのアイパレットでございます。今手元に私があるのが 1,2,3,4 と6番、これがね新カラーということですね。6番、めちゃめちゃもう見た目が可愛いんで前から気にはなっていたんですよ。開けるとこんな感じです。パケ自体がもうクリアなんですよね。こういう感じです。まずこちらが1番のオフベージュ、ベージュメインでちょっとブラウンも入ってるようなパレットになってます。次こちら2番のウォッシュドモーブです。さっきと比べると色ちょっとしっかりめに出てきますね。くすみもあってちょっとまあピンクモーブ系のパレットです。でもブラウンもしっかりと入っています。はい、こちらが3番ニッティングコーラル。1番と色の系統は近いんですけど、もう少し色がはっきり出てきて温かみがある感じですね。ベージュっぽくはなくてやっぱコーラルかなと思います。はい、次が4番のパーリーグローです。パレットで見るとコーラルっぽいんですけど、手に出すと結構くすみピンクっぽい感じ、可愛いです。で色は若干これ淡めですね。そしてこちらが新色の6番です。これねめちゃくちゃ可愛い、ちょっとこういう模様とかついてるんですよ。カラーはこんな感じです。絶妙ですね。ピンクっぽさもあるし、ちょっとこのコーラルブラウンっぽさもあるし、イエベブルベあんまり関係なくみんな使えそうな可愛いカラーです。せっかくなんで新色の6を使っていきます。まずは真ん中の一番右で、このシリーズ自体はマットな質感が、まあ、メインにはなっているんですけど、見ての通り今1色だけでもちょっと透け感があるマットなんですよ。なので例えばこれ1色だとこうだけど、次の色をちょっとこういう感じで重ねてもあんま濁らないんですよね。全然こう色が汚くなっていかなくて上品な仕上がりになるのも特徴です。はい、6番塗れました。こんな感じです。めちゃ可愛いんじゃないでしょうか。ちょうど全色使ってもやっぱ濁らないおかげかすごく綺麗に仕上がってると思います。私が使うとピンクブラウンっぽく見えますかね。ピンク赤みブラウンくらいでしょうか。こんな感じの仕上がりです。カラーメイクっていうのはわかるけど明るい感じではなくて結構しっかり引き締めっぽさも出るので、淡すぎてぼやけるような仕上がりでは全然ないと思います。結構ねちゃんと目をパッチリ大きく見える気がする。使いやすかった。やっぱそう思うと割とパーソナルカラー関係なくいけそうだなとこの6番思いました。割となんかマットも発色するけど別に濃すぎないし、ラメも飛びにくくてすごくいい感じです。ちょっと他のも塗ってみました。これまず1番と3番です。やっぱりね1はかなりナチュラルでしたね。オフィスとかでもバッチリ使えるようなさりげない陰影がつくタイプ。3番は意外と発色がしっかりあって少しオレンジっぽさのあるブラウンの仕上がりです。だから6ともまた全然違っています。離れても結構この仕上がりの違い分かりやすいと思います。それくらいね1は結構ナチュラルでしたね。華やかさ欲しいなら3番かなと思います。はい、残りの2と4も塗ってみました。いかがでしょうか。2番はですね結構分かりやすく今回のパレットの中でも一番ちょっとブルベっぽさを感じるカラーです。青みの強いモーブでこのラメとかも結構透明感があるカラーなので他のパレットと比べるとだいぶ印象が変わると思います。で4番に関してはベースで使うカラーは意外とコーラルっぽい感じなんですけど、ここに使ったラメとかに結構ラベンダーっぽさがあるので組み合わせ次第で本当にいろんな方が使えそうなパレットだなと思いました。どっちもね全然また違うし4色似てそうで意外と似てなかったなと思います。離れるとこんな感じです。こちらが2番こちらが4番です。はい、では次リップ行くのでちょっと一旦ニュートラルに目元は落としました。こちらです。トニーモリーのゲットイットティントグレーズバームです。こちらはねリップなんですけどちょっと細いペンみたいになっててここをカチカチ回すと出てきます。でやっぱり塗り口も細めでとっても塗りやすいです。で質感が分かりますでしょうか。ツヤツヤというよりはねもうツヤツヤっていうくらい本当
当にもうめちゃめちゃツヤツヤで、塗るとすごくプルプルな仕上がりになります。口紅というよりは名前にもある通り結構バームっぽい感じなんですね。だから塗った時もめちゃめちゃとろけるような塗り心地だし、かなりしっとりしています。香りはちょっとフルーツ飴みたいな感じの甘い香り。はい、5色手元にありましてスウォッチしてみました。まずもうやっぱこのツヤがめちゃめちゃすごい綺麗なんですけど、一応こんな感じです。発色はねしっかりしてるんですけど、やっぱ質感自体はそんなにこう厚くない透けもあるので、ちょっと唇にのせるとまた印象も違うのかなと思ってます。では1番から塗っていきます。でもうですね、見てわかる通り物理的になんかしっとりしてるんですよ。なので乾燥してる時でもすごく塗りやすいです。はい、塗れました。少しさりげないプランピング効果があるので若干スーッとするんですけど、ピリピリとかではないですね。1番がこんな感じです。ですごくやっぱとろける塗り心地とコーティングしたみたいな感じのツヤが出るので、それこそなんかフルーツ飴っぽい仕上がりですね。1番はすごくナチュラルなちょっとヌーディーなピンク系になりました。ティントってついてるんですけど、すごく色が定着するって感じではなくって、なんか塗り直しても汚くなりにくいような、そんな時間の経過をします。はい、2番はこんな感じです。手元で見るとね結構このくすんだ感じ強いんですけど、やっぱ透け感があるので結構唇に塗るとピュアな可愛い感じです。1と比べるとちょっと深みがあって透け感ベリーみたいな色ですかね。私この2番結構好きかも。はい、3番塗れました。これ結構華やかですね。割と分かりやすいピンク系です。かなりねパキッとしたカラーになっていて華やかさが出ます。はい、4番です。これもう結構華やかカラーなんですけど、さっきがピンクとしたらこっちは赤ですね。ただやっぱね薄めになるので、ここで見るほどのすごい鮮やかさはなく、使いやすい赤だったなと思います。なんか日常使いもできる万能レッドですね。はい、最後が5番です。これはですねオレンジ系です。ここで見ると蛍光オレンジかって思うぐらいの色なんですけど、やっぱ唇に塗ると可愛いです。全体的に透けてくれるので、手に塗った時よりもナチュラルな印象になります。1、2、5あたりが個人的には可愛かったなと思います。はい、それでは次がですねこちら UAN のベタミーアイパレットです。これもアイシャドウですね。はい、こんな感じで6色入りのアイパレットです。1番を手に持っているんですけど、結構ね1個のパレットに対して色の系統が似たものでちゃんと揃えられてるんですよ。例えば2番だったらこんな感じですごい統一感があるんですね。目元に塗る時もとっても仕上げやすいっていうのがポイントです。手元にあるカラー見せていくと、まず1番コーラルベージュ系こんな感じです。全体的にマットが多いんですけど、このパールとかもあって、ただ質感結構柔らかいので肌にのせた時もすごくね馴染んでいきやすいです。はい、次2番、ちょっとくすみのあるモーブブラウンですね。スウォッチはこんな感じです。柔らかいけど発色はするので、淡くもちょっとしっかりめにも仕上げられるカラーですね。はい、こちらが4番です。まあ見ての通りベーシックなブラウン系なんですけど、個人的に最近やっぱカラーもの使うことが多いので、こういうブラウンもいいなと改めてこう手に出してみても思いました。もう絶対使いやすいですねこれは。はい、そして5番です。こちらはくすみピンクなんですけど、でも結構ブラウン要素も強いカラーです。ちょっとクールな印象のブラウンって思ってもいいかなと思います。これも結構ベーシックに使いやすいはずです。では1番を塗っていきます。左上から。はい、仕上がりました。こんな感じです。発色はですね結構柔らかめで、そんなに濃くはならないんですけど、だからこそこういう締め色みたいなカラーを広範囲に塗っても不自然にならないんですよ。なのでグラデーションで陰影をつけるメイクとか結構しやすかったです。それこそ色も統一感があるので、締め色を結構ふわっと広めにのせるのがすごく可愛かったなと思います。ちなみに今こちらにですねブラウンの4番を塗っているんですけど、それと比べるとやっぱオレンジっぽくて、やっぱ
こっちの方がカラーメイクっぽさは減ってるかなと思います。こちらのカラーもやっぱその締め色を結構広めのせてるんですけど、それでもこのふわっと自然に仕上がるので、こだわりすぎないさっと仕上げるメイクが簡単にすごい作りやすかったです。やっぱブラウンがね、なんか久々に使うとちょっといいなと思って、私もブラウンメイクが久々にしたくなりました。お次はこの2番とこっちの5番、これを塗ってみました。パレット上で見ると結構似てるんですけど、でも使うとですね、はい、こんな感じでこっちが2でこっちが5なんですけど、私的には結構実は違いがあるんですけど、動画だとちょっと似て見えますかね。まずこちらの2番はピンク系ながらに結構明るくて可愛い印象になります。ただこういう締めに使いたい色も入ってるから引き締まりもするみたいな感じです。対して5番の方はもうちょっとくすみが強くてピンク感も控えめです。なんで私が使うとちょっとグレージュっぽく見えるんですけど、そういうグレーとかグレーブラウンっぽい感じになりやすいかなと思いました。ピンクよりはより大人っぽい印象に近いのがこちらです。離れて見た時もこっちの方がちょっと大人なんですよね。パレット上で見た時のが似てるんだけど、使うと意外と違ったなと思います。個人的にはね、やっぱあの4番のブラウンが結構好きなので、この後のレビューにも結構ぴったりなので、ちょっと塗り替えて紹介していきます。ヒンスのローグロージェルティントというね、新作のリップがありましたので、こちら紹介していきます。これ今1番ですが、発色はこんな感じ、結構シアーな感じでツヤツヤです。ムードインハンサーリキッドグロっていうのがあるんですけど、それと比べるとですね、今使ってるものの方が発色がいいです。あと塗ってからですね、まんまってせずに放置するとコーティング膜ができてツヤが出てくるっていうリップなので、これちょっと使っていきます。そのまま1番塗りますね。色が可愛い。もちろん最初からツヤではあるんですけれども、はい、こんな感じです。ちょっと時間経った状態なんですけど、ツヤンツヤンですよね。めちゃくちゃ可愛い。ちょっとグロスを重ねたのかなっていう、やっぱコーティングしたのかなっていうようなツヤ感が出てきます。でこれコーティングされてるので、色もツヤも変化しにくいリップだそうです。で今使ったこの1番、ちょっとオレンジベージュっぽい感じのすごく可愛いカラーですね。私の今手元にあるのが4つあって、今の使った1と2、6、7で、1と2がウォーム系、6と7はクール系に分類されてるんですが、ちょっと他のカラーも塗っていきます。でもここで見てもツヤめちゃくちゃすごいですよね。なんかツヤリップなんだけどベチョって感じじゃないから、グロスみたいなツヤが出るから、そこがまたいいかも。はい、2番は塗るとこんな感じです。またこれもツヤツヤですね。ちょっとですね、これはピンクっぽくなりました。ただピンクだけどちょっとオレンジっぽさもあって、肌に馴染みやすいピンク系ですね。よりヌーディーさが欲しかったら1番かなと思います。こんな感じです。やっぱ1と2と比べて全然雰囲気が変わったと思うんですけど、こちらはですねベリーっぽさ強めのピンクカラーですね。割と発色しっかりめなので華やかさがすごく出るカラーになっています。はい、こちら7番塗ってみました。6と比べるともっとこちらの方が紫っぽくって、ちょっとプラム感のあるカラーです。でくすみもあってやや深みがあるので、発色自体は結構しっかりなんですけど、大人っぽい雰囲気になりやすいかなと思います。個人的には1が一番好きでした。はい、それではお次がこちらです。ミュードのフラッターブラッシャーというチークを使っていきます。過去の動画でも紹介したし使ったことがあるんですけど、その時は多分9点とかで買ったんですよね。ただ今回ロフトでも取り扱うということで、カラーが00シースルーベール、ベースチークとかマットのハイライトとしても使えるみたいです。01ピットアパッド、ちょっと白みのあるパステルピンクでめちゃくちゃ可愛い、私大好きな色です。そして02ピッチアピーチ、先ほどのオレンジバージョンっていう感じでパステル白身オレンジ、可愛いカラーです。はい、そして6番のテンダーベージュ、2とね比べてもなんか白身はあるんですけど明るさがちょっと落ち着いてる、まあ、ベージュ系ですね。でラメとかは入っていないのでマットなんですけど、質感はしっとりはしてるけど結構きめ細かい軽い感じ、結構このお肌にホワット感が与えられるような質になっています。手に出すとこんな感じです。まあ、全体的になんか色がこうホワーンってした感じ、伝わりますかね。発色もするけどそんなガツンとではないので、すごい使いやすい質感です。ちょっとこのまず00から使ってみます。確かにマットハイライトね、良さそう。ちょっと鼻に、お、綺麗。
あの白っぽいんですよ結構。本当にこういう鼻筋とかに使うと結構通って見えます。ただなんかすごい青白く浮く感じの白じゃないからちょうどいい白さです。あ、でも結構明るくもしてくれるからちょっとこういうクマの目の下の影とか飛ばすのにもいいと思うし、こんな感じとか明るさしっかり出てくれます。でもパールが入っていないのでギラッとしないです。顎の下とかもちょっとこのチュンって感じとかも作りやすいかも。どうです、わかるかな。では1番を塗ってみます。白身ピンクですね。結構本当に粉質ふわーんっていう感じなので、ただこう色づけるだけじゃなく肌にちょっとフィルターをかけたような毛穴とかアラをぼかしてくれるような、そんな効果も期待できると思います。ですごい自然な血色感なので結構重ねちゃってもいいんですけど、重ねても粉っぽくなんないですね。ちょうどよく明るさも出していい塩梅の色ですねこれ。お、こんな感じ。1番です。こっちと比べると多分わかると思います。こんな感じのほんわり発色、すごいナチュラルに使えます。ピンク色でちょっと可愛さはあるんですけど、けどこういう目元引き締まったブラウンに合わせても外しですごく可愛いです。じゃあ今度このオレンジっぽい方、同じね、ちょっと白身系でもやっぱ全然色の系統違うから可愛いですよね、2個持ってても。どうでしょうか、うちのピンクっぽいのからオレンジっぽいの、ちょっとヘルシーな元気っぽいフレッシュな感じ出てきますよね。夏のメイクとか、私が今着てるみたいなこういうイエロー系のトップスとかともめちゃめちゃ相性がいいです。では6番のベージュをちょっと使っていきます。強いて言うなら2と近いと思うんですけど、あ、でも明るさが控えめな分こっちの方がやっぱポンってのせた時の色がしっかり出やすいですね。こちらが2番、こちらが6番です。色は似てます。ただやっぱ6の方が落ち着いていて、2の方が同じようなカラーでもちょっと明るくってよりオレンジが強いですね。6の方がオレンジっぽさのあるベージュっていう感じで、やっぱなんかブロンザーほどの茶色では全然ないし使いやすいんだけど、あの落ち着き感があるカラーです。個人的にはね、やっぱピンク色のチークがすごい好きだから1番が選ぶとしたら好きかな。でも結構全部好きです。はい、それでは次こちらです。セルフビューティーのグローフィクサーというフィックスミストですね。フィックスミストっていうと顔に振りかけてメイク持ちを良くしたり保湿したりっていう効果があるんですが、ちょっとまず使っていきます。スプレーはちなみにこういう感じで出るタイプ、結構細かいです。霧のような感じで出てくれます。ちょっとかけてきますね。前ももちろん使ってるんですけど、先にね、結構細かいと思いますこの霧が。あとこれはまあ正直好みによると思うんですけど、香りがついていて、その香りが結構個人的に好きなんですよ。フローラル系でちょっと甘いんだけど少しお香っぽい感じがするんですよ。でもお香の匂いじゃないんですよ。それくらいなんか香水っぽすぎない感じっていうのが伝えたいです。私は好きな香りなので、そこがいっぱいかけたくなる使用感の良さだなっていうところと、細かいからいいっていうところ、メイクがこうべしゃべしゃになったりしないっていうのももちろんそうだし、保湿したいっていう方にもおすすめなんですけど、どちらかというとメイクを固定したい、フィックスさせたいっていう方におすすめしたいプレイになってます。それくらい吹きかけた時の定着力があるので、特にこれからの季節はとっても使いやすいミストかなと思います。パッケージもね、ちょっとこのグラデがかってる感じ可愛いですよね。このグラデはあの印字なので中身が紫とかそういうわけではないです。結構近くでかけても、べしゃべしゃにならないでいいですね。はい、次がですね、こちらナルカのヘアマスカラです。アホ毛スティックのような役割のアイテムなんですけど、ちょっと一味違うところがダブルエンドになってるんですよ。いわゆるね、皆さんが想像するようなこういうちょっとマスカラの大きいタイプのブラシと、もう一個どうなってるかっていうと、こんな感じでなんか歯ブラシみたいなブラシがついてるんですよ。なんでこれ使い分けしてスタイリングがもっといろいろできるよっていうアイテムです。ジェル自体は透明なんですけど少し香りは強めになっています。例えば私今髪の毛やってないので、まだ何もしてないとこういう風にアホ毛が出るじゃないですか。まあこういうところにはさっきのこっちのブラシでこういう感じで、例えばこういう感じでね、
抑えて抑えて抑えて、水とかで抑えてもいいけど結局また出てきちゃうから、こういうジェルとか使う方が私は早くて好きだなと思うんですけど、それにしてもアホ毛が多いですね。はい、こんな感じで抑えられました。歯ブラシの方はどう使うかっていうと、まあ、いろんな髪型あるしいろんな使い方していいんですけど、こういう髪型でちょっとだけここがなんかいい感じにこう出てる髪型とか分かります？そういう微妙な毛をこれでアレンジできるよっていうイメージですね。例えばですけど寄せるやつとかもこうなっちゃうじゃないですか。それとかも歯ブラシの方を本当にこう当ててこういう感じで、あ、これ分かりやすいかも。こういう感じでちょっと何回かやった方がいいと思いますけど、こうやってそうやってするとこういうチョロンっていう毛あるじゃないですか。これ意外と作るの難しいんですよ。私もよくやるので分かるんですけど、手でこうやってちょび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 って出しながら調整するんですけど結構やりづらいけど、これだと結構ねそれがこういう感じで自然にできちゃうみたいなイメージです。もうちょっと欲しいなって思ったらもうちょっとこっちにやったりとか、結構そういうなくても別に良かったけどあったら嬉しい的なイメージですかね。この本当に生え際のところとかってめっちゃ微妙に、でもすっごい大事なんですよ。こっちもまっすぐにしちゃうけどさ、ちょっと貼り付ける感じですね。なんでおでこに結構そういう微妙なスタイリングがあれでできるよっていうアイテムなので結構便利だと思います。はい、最後がこちらです。ヒューカムの V-FIT ローラークリームです。これはですねちょっと変わったアイテムで、最後に使うクリームなんですけど、なんとじゃん、クリームとコロコロが一体型になってるスキンケアなんですね。面白いですよね。ここをね回すとこの真ん中からこうやって出てきた、わかります？クリーム出てきて、これクリーム自体は香りもないしジェルクリームっぽい感じなんですよ。こんなような感じの割と水分系のクリームになっていて、ここの首とここは落としたんですけど、メイク前とか、まあ、スキンケアの時にこう優しくコロコロして保湿しながらコロコロできるっていうアイテムになっています。今これ別に冷やしたりしてないんですけど、やっぱこういうのって普通に肌に当てるだけで気持ちいいんですよ。これから夏の時期には結構スキンケアがちょっと楽しみになるような感覚はあるのかなっていうのと、力加減でその強さとかを変えられるので痛いとかもないです。これもすごい滑らかだったし、クリームがついてることによって肌をこすってるみたいな感じはないかなと思います。首とかもねちょっとこうやって流したりしてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、すごく気持ちいいです。クリームはほんとみずみずしいのでベタっとしないし、メイク前とかに使ってスキンケアプラスアルファのお手入れにしちゃうのもいいかなっていう感じです。あんまりね力入れてこうやってビーってなると若干そのたるみとか私は心配だけど、自分の強さでそこも気持ちいいくらいに調整できるのもすごくいいなと思いました。はい、ということで本日はロフトで買える韓国コスメレビューをやっていきました。いかがでしたでしょうか。すごいたくさん面白いアイテムがあったと思いますので、気になるものがあればチェックしてみてください。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。